はい、どうも皆さん、ニョキと登場キノコでございます。今日はですね、ちょっとセンシティブなお話を皆さんにさせていただきたいなと思います。まあ、ちょっとタイトルにも書いてあったんですけども、私のコンプレックスや、ちょっと私がすごい自分のことが大嫌いだった時の話をできたらなと思って動画を撮りました。いや、なんで今の時期これを撮ったかっていう話をちょっと先にギャッて出させていただきたいんですけど、まあ、正直結構皆さんからいろいろこうご質問で、自信がない、自分のことを好きになれない、自分のことが嫌いですとか、自分のコンプレックスがたくさんあるんですみたいな、でなんかすごくありがたいというか、まあすごく恐れ多いんですけども、でやっぱりちょっと私自身も結構なんかそういうこと多かったなっていうので、まあ少しでもやっぱりこうちょっと自分の動画を見て何かしらこう勇気づけてもらえたらいいなっていうので、ちょっと撮ろうかなと思って動画を回してます。結構ね、こういうちょっとセンシティブな話するのめちゃくちゃ嫌だっていうか、めちゃくちゃ気まずいというか、緊張しますよね。どんだけ喋んねんって感じやねんけど、アルプスのね天然水横に置いてますわって感じで、今日はちょっと話していきたいと思うんですけども、まず私の話からいきますね。で、正直私自身以前もお話ししたと思うんですけど、コンプレックスまみれの人間で、まあ、自己肯定感も低く超絶ネガティブな人間だったんです。まあ、小学校中学校と結構まあちょっと人間関係にすごいあまり恵まれなかったというか、まあ多分自分の状況が状況だったんじゃないかなとは思うんですけども、あんまりこう人と関係を持つことを得意としてなかったんですよ。なのでめちゃくちゃネガティブで、自分を表現するっていうことが苦手だったんですよね。で、高校に入って周りにもすごい、やっとちょっとずつ恵まれてきて、ちょっと自分を出せるようになってきたんですよ。でもやっぱりずっとネガティブなのは続いてて、で大学に入ってやっとちょっとずつ出せるようになったなみたい、自分のことって思ってたけど、小中高と違ってもう全部自分でやっていかないといけないところだから、自分の責任感にすごいこう押しつぶされそうになったりとか、人と比べちゃったりとか、こう本当に闇のループに入ってた時期だったんですね。そういう時期があって、グに出会って、やっと自分を表現することができるようになってきたんですけども、実はその服に出会った後に自分変わったよっていう話を以前してたじゃないですか。でも本当ここ数年、1年前半ぐらいかな、1年半までは正直どれだけ服に出会っていても自己肯定感であったりとか、もうコンプレックスは一切治らなかったし、なんならもう自分の顔面を鏡で見るのもすごく嫌だったんですよ、あの時期は。まあ、撮影とかしときながらなんじゃ言うんやけど、でそこから1年経ってなんとか自分のことをこう向き合えるようになってきたんですよ。なんか自分を好きになるっていうよりかは、自分と向き合うことができた、自分のことを知ることがこの1年でできて、で半年でやっと自分と向き合う中で、あ、もっと自分を大事にしよう、もっと自分のことを好きになろうってなって、やっと自分の思ってることもこう表現することができてきましたし、昔のこう八方美人でなんか人見知りでなんかめちゃくちゃネガティブだった自分からやっとちょっと解放されたんですね、っていうこういう流れがあったんですよ。っていうのがまあ履歴としてあって、はい、ありました。はい、でちょっと本題に入ってくるんですけど、その自分が嫌だった時からやっと自分のことを好きで自分のことを向き合えるようになってきたっていう、その切り替えの話にちょっと入っていきたいと思います。きっとね、多いと思うんですよ。自分のことを責めちゃったりとか、自分のことを認めてあげれなくて嫌いになっちゃったりとかする方なんてめっちゃ多いと思うんですね。なのでちょっと私がそれをなくせた方法を今日ちょっと話せたらいいなと思います。はい、はい、で今から私がどういう風にそこから切り替わって今になったかっていう話なんですけども、まず自分のことをたくさん甘やかしました。でなんか甘やかすって結構堕落した生活とか、なんだろう、あんまりこういいイメージないんじゃないかなと思うんですよ。なんかよく暗黙の了解で頑張ってないとダメみたいなものがあると思うんですけど、なんかそれがあるからか結構自分のことを責めちゃう人多いんじゃないかなと思うんですね。私も実はその一人で、例えばこう仕事をしていても何かつまずくと、もうなんで私こんなことしかできないのみたいな、周りはみんなできてるやんみたいな、もうめっちゃ自分のこと責めるんですよ。とかあと人と比べてめちゃくちゃこうもうゾーンみたいな変なゾーン入ってしまったりとか結構多かったんですね。その時に友達に、きのこちゃん一回自分のこと甘やかしてみなって言われたんですよ。で甘やかすって何みたいな、
みたいな感じだったんですけど、とりあえず、なんだろう、自分の時間を作ることにしました。なんか今まではこう仕事仕事仕事っていう感じでこう YouTube ずーってやってたりとか仕事にやってたんですけど、自分の時間を作るっていうことをして自分のことを甘やかしてあげることでなんか心の余裕ができてきたんですよ。で、なんだろう、私って別にこれでいいんだって思えるようになってすごく楽になってきたのと、やっぱり自分のことを一番自分が認めてあげれないとダメだから自分のことを褒めるようにしだしたんですよ。例えばなんかその大げさに褒めていくっていうよりかはちっちゃいことでいいと思います。例えば1つ目、今日1日何もなかったけどちゃんと生きてたことに褒めるとか、なんかすごいネガティブな話になってるけど、いやもう本当に正直そこレベルなんですよ。で、まあ、そこかレベルからでいいと思う。でそれとか、あと例えば失敗してもその失敗を今ちゃんと理解して次につなげようとしてることのを考えてる自分を褒めるとか、何か悪いことを全部ポジティブに変更するっていうことが私の中では褒めだったんですよ。自分はそれをすることによってやっとちょっとずつですけど自分のことをこう大事にできるようになってきたんですよ。で、なんかそこから次3つ目にやりだしたのが、一番これしんどかったんですけど、自分と他人を比較するじゃなくて自分と過去の自分を比較するっていうことをし始めました。なんか結構多分多いと思うんですけど、何かをした時にあの子はあそこまでできてるのになんで自分はできてないんだとかやっぱりあると思うんですね。結局やっぱりどうしても自分のないものねだり、隣の芝生は青く見えてしまって人を妬んで自分を卑下して負のループに陥り、で多分最悪悪い方向に行くとその子のことを貶めようと悪口言い出すんですよ。まあそこまではなんか中高の時はもちろんなんかそうなってた時もあったけど、まあ今はさすがにないんですよ。けどなんかそういうことがあったんですね。でその時になんかふと誰だったかな、なんか誰かと話してた時に考えてみって言われたんですよ。結局他人と比較しても他人の人生にはなれないよって言われたんですよ。例えば私がその子になりたいとしてもその子の顔にもな、まあ、整形すればなれるかもしれないけどその子にもなれないし、正直その子の過去0歳からその今の年齢までの人生をもう一回一から歩んであの子の人生になるなんてできないんですよ。その人生をこう比較したって無駄だよって言われたんですよ。ここからなんかそのじゃあどうすればいいって聞いたら、昔の自分と比べてみなって言われたんですね。昔の自分みたいになった時に、例えば一番近いと昨日の自分、遠いと例えば何年前の自分みたいな感じ。例えば何年前だったら私はネガティブだったけど今はすごくポジティブでこう話せるようになってきてる、でこれは成長じゃんみたいな、そういう風に昔の自分と比べてみるのがすごくいいよって言われて、そこから結構こう昔の自分とめちゃくちゃ比べるようになって、こう他人のことをこう気にしないようになってきましたっていう感じにしていくと、もう自分のことをこう分析しだすので自分とやっと向き合うこともできるし、今何が足りてないかも分かるし、なんか自分はもっと大事にしなくちゃっていうそこの結論に至って今なんですよ。3つの話を全部ボンボンボンってやったんですけど、もちろんこれが全てでここまでなってるわけではないんですね。今みたいに服に出会ってこうなったから、なんだろう、こう人と出会いまくってその人の人生観とかその人のバックホーンをいろんなものを聞いてこういいところを全部盗みして今になってる部分も正直あります。ただなんか根っこの部分って結局自分でしか変えれないかなって私は自分の人生の中で思ったので、なんかこの3つをやってだいぶ変わりました。めっちゃ恥ずかしかったけどねなんかめちゃくちゃすごく、なんだろう、ここまで来るのに結構大変だった部分はあったんですけどね。でもまあそれをすることによってだいぶ変わりましたし、正直まだ若干それは人のことを比べちゃう時もありますが、前みたいにもうめちゃくちゃ妬んでもう自分なんてっていう感じまではいかなくなったので、なんか本当に成長したなと思います。はい。でまあ最後に話をしたいんですが、きっと新しい環境にこれから進む方や、まあ、今の話を聞いてまあ、若干自分と被ってるなみたいな方ももしかしていらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、そういう方についてはまず新しい環境に行く方は自分のことを責めず自分のことを褒めてあげてほしいです。もう本当に結局自分のことは自分でしか味方になれません。もちろん家族や彼氏かまあカップルの方とか、なんかその周りにいるそのなんか支えてくれる友達とかいる方ももちろんいるかもしれないけど、結局はやっぱり自分のことを自分が大事にしないかったら、どんだけ周りから褒められてもその部分その場所の一言はすごく嬉しくなって喜ぶんだけど、根っからの部分ってなかなか変わりづらいと思うんですね。なのでこう新しい環境に行って何か失敗しちゃったりとか何かこうつまずくことって増えてくると思うんだけど、その中でも自分のことを大事にしていってほしいです。大事にするって一言でこういうふうに簡単に言ってるように感じるかもしれませんが、難しいことではあるので、すごいこううんって感じの方もいると思うんだけど、もともとコンプレックスの中でここから嫌われたくないっていうのが一個あって、
でそれで結構なんか八方美人な部分も一時期ずっとあったんですけど、若干そのせいでなんか自分の中身見られるのが怖くて、こう目をそらす癖がついちゃったんですよ。こう下を向いちゃう癖で、まだそこは実は治ってないんですよ。全てを治す必要もないなっていうのは最近感じ始めたので、ゆっくり自分と向き合って、ゆっくり自分とこうなんだろう、こう歩み寄っていくことで自分のことをコンプレックスも認めてあげることもできますし、自分のことを大事にしていけるんじゃないかなっていうのを気づいて今があります。はい、いやーよう喋ったわいやなんか多分いろんなコンプレックスとか、なんかいろんな自分の向き合い方の話ってたくさんあると思うんですけど、今日の話を聞いてすごくためになったと思ってくれる方もいるかもしれないけど、逆にそれはあなたの今の環境があるからでしょ、私たちは違うのって思う方もいるかもしれません。私自身の考え方として今回は提案させていただいているので、まあ何かしら皆さんのなんだろうお手伝いになれたらいいなと思っていますし、こう自分の人生の部分でこういうことがあったんだよっていうのをちょっとまあ開示してもいいかなと思って、ちょっと今回お話しさせていただいたっていう形なのでかなですはい、っていう感じです。まあなんか結構ね、みんなどう感じてるかわかんないけど、優しいコメント待ってます緊張した。あー、こういう風に自分の話すのめっちゃ緊張するからさね。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。ゆきと登場きのこでございました。まあこういう感じにちょっと週1これからいろいろこう語り系をやっていきたいなと思っています。若干固定概念が入ってしまってる部分もあるので、こう100聞くっていうよりかは若干なんか垂れ流しというかスルーしながら聞いてもらった方がいいかなとは思うので、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆきと登場きのこでございました。ではバイバイ。